はい、野口です。今日はですね、15日、坂本龍馬、あの方のね、月命日ということで、もう5年以上前にね、ちょっと坂本龍馬をテーマにですね、作った作品があるんですよ。これタイトルがね、龍馬師って言います。その作品をですね、聞いていただこうかなと思います。じゃあ、聞いてください。維新の夢にもみじ舞う土佐人の愛に涙する日本の夜明け目指しながら海援隊の舵取りながら獅子の願いは風に身を任せ、ああ龍馬の歌が桂浜にこだまする、ああ龍馬の叫びは維新の嵐に流されて、乱れる維新の春に桜舞うお龍の愛に涙する、日本の未来信じながら我がなすことは我の溝知る獅子の言葉は先を急がさずに、ああ龍馬の歌が桂浜に響き渡る、ああ龍馬の夢よ維新のどこかに流されて、桂浜に